morning, everyone. Hello, how are you? How are you doing? This is JMA Channel. Yeah. はい。それでは始めていきましょう。オープニングはまた車内の中からです。運転中って結構いいよね。今日の企画は撮れる時にたくさん撮っておきますよ。スタジオイン。スタジオイン。ということで、個人練習に行ってみようと思います。函館市杉並町にある貸しスタジオ、サウンドパパさんにお邪魔して、個人練習をしてみたいと思います。個人レッスンの確かスタジオレンタル料金は、1時間1000円だったはずなので、月曜日、火曜日が休みということで、今日は水曜日なので、大丈夫だと思います。ただ、予約してないので、もしね、入れなかったら、多分入れると思う。平日の日中は多分入れると思う。行ってみたいと思います。懐かしの高校生以来なんじゃないか。高校生の時はよく来ましたよ。バンド組んでたんですけれども、でそのスタジオの手配をするのはしっかり者の俺だったわけで、でバンドメンバーからはリーダーリーダーとなぜかリーダーと呼ばれておりました。というわけで行ってみたいと思います。テンション爆上げ。よいしょ。うわ、懐かしいです。マジで思い出が詰まっております。すっごい懐かしい。よいしょ。うわ、あドラムは変わってますね。パールのドラムが置いてあります。譜面台、アンプ、うわかっこいいね。アンプ、スタンドマイクも3本あります。で、すごい。俺には全然よくわからないマーシャルのアンプです。こんな感じでやっております。早速遊び倒そうと思います。イエイ。あードラムのスティック忘れた。借りれるかな。マイクの音が出ないぞ。どうやるんだ。黄色これか。上がってんだよな。スイッチは入ってる。わからない。
ございました。いいね。懐かしすぎてさ、本当とてもいい空間です。思い出しますね、こんな狭い中にね、4人も5人も集まって練習したことね。音楽最高。 See you. Bye.